たかが雑誌のランキング。見るまでもなく当然1位は俺だろうが、まあ一応確認。俺が2位だと？バカな。西条たかとを超える男がこの世にいるというのか。1位は一体誰？こいつは。わし、明日から人間滅ぼす。なんかさ、あいつらさ、うざくない？うすげえって感じでさ、全部消し飛んだ方がスカッとするよね。家族を置いたまま消えたとか言っていたな。そんな男ではなかったはずだが。待て、叫ぶな。この状況、俺は全く悪くないはずだが、叫ばれたら俺がまるっきり痴漢に、そして天馬ちゃんに誤解される。数字を操るのにそんなしかめっ面は良くないな。可愛い子ちゃんを優しく送り出すように振るんだ。ほら、思い出したくて思い出せなくて、まるで君は夢のおかずさ。ヘイ、何がヘイだよ。ミーの新曲さ。なんで？僕は人間が大嫌いなんだ。だから王を選んで人間どもの世界に行くなんて死んでもごめんだよ。名乗るならまず自分からっすね。斉藤和夫、17歳、高校2年生、趣味はプラモとゲームっす。どうした、もう終わりか。語彙が貧弱だな。そんな頭じゃ将来は知れてるな。バカな嫁さんもらって惨めな生活。ほんとお前らの将来に同情。今ここに蝦夷共和国の復活を宣言する。この地北海道は我が理想国に生まれ変わるのだ。その秘めた能力は無限にして絶対かつ唯一無二の男、それが僕のターゲット。デザイアが裏切った。あいつは麦わらに鞍替えしてシルバー海賊連合を潰す気だ。デザイアの手引きだ。よくわかんねえが、一つだけ確かなことを教えてやんぜ。俺に盾つくと死ぬぞ。来週ゲールと敵対する同盟国家軍と亡命政府の主犯が集まる会議が開催される予定なのです。正直そういう話を全く信じないわけじゃないけど、でも信じたくないよ。そんな理由で死ぬと思い込むなんて。せっかくです。あの方に会えた時のために作ったプレゼント、あなたに差し上げましょう。人形を起こすような人物ではなかったはずだが、どこへ行く気だ。王室親衛隊は女王陛下に最も忠義厚き者たち。陛下に危害を加えるとは考えられん。何らかの思惑があるはずだ。考えてるよ俺は。こないだ会った時だってとっとと帰ったのはお前の方じゃん。考えてないのはどっちだよ。なんで俺が常にお前の都合に合わせなきゃなんないわけ。奴らは雲井が密かに霞大路家の権力を使って集めた暗殺専門の部隊だ。黒崎一護、瑠璃千代様の用心棒を頼まれてくれないか。ワンゲームも取れないのは全部俺のせいだ。何としても取り返してやる。これでどうだ。寄り道じゃないぜ。ここには物資の補給で寄ったんだ。約束は明日の朝だしな。私の調べでは三上は毎月25日に銀行に行く。2日続けては几帳面な三上としてはおかしい行動。富の穴が近すぎるのよ。どいて役立たず。この風神の音彦がちゃちゃっと片付けてあげるわ。ま、今日はこの辺りで見せびらきしようって思ってたしな。にしてもこの辺も変わっちまったな。そいつを嗅ぎ分けることで伏せたカードの絵柄を知ることができたんだ。カードは見える、だが匂いは見えない。見えるんだけど見えないもの。周りに魅力的な女性はたくさんいるんですけど、残念ながら忙しくて今は仕事が恋人ですね。